チャールズ・エドワード・アンダーソン・ベリーは、チャック・ベリーの名で知られるアメリカ合衆国のシンガー・ソングライター、ギタリストである。ロックンロール創始者の一人で、ロック界の伝説と敬われ、最初期のギターヒーローとして認知されている。1986年度、ロックの殿堂入り第一号。1984年度、グラミー賞、特別功労賞受賞。ローリングストーン氏選出。 歴史上最も偉大な100人のシンガー第41位。同、歴史上最も偉大な100組のアーティスト第5位。同、歴史上最も偉大な100人のギタリスト2003年は第6位。2011年の改訂版では第7位。メディアを再生する、チャックベリー、ユーキャント、キャッチミー、1956。特徴的なギターリフを使った音楽スタイルは、 後輩ロックミュージシャンたちに多大な影響を与えた。また、社会的メッセージが込められた数々の歌は、1950から60年代の若者に共感された。80歳を超えて、以降もステージ活動を続けた。ベリーを敬愛しているジョン・レノンは、ロックンロールに別名を与えるとすれば、チャックベリーだと述べている。1986年の第1回。 ロックの殿堂入りを果たした際に、伝道は、ロックンロールを創造した者を一人に限定することはできないが、最も近い存在は、チャックベリーとしている。1926年、6人兄弟の3人目の子として、ミズーリ州セントルイスに生まれる。父親は、バプテスト教会の出事も務める建設受け負業者で、母親は、教師というセントルイスの中流家庭で育った。彼は、 幼少時から音楽に興味を示した。6歳の頃から聖歌隊に加わり、高校時代には初めて人前で演奏した。高校卒業直前の1944年に自動車窃盗の罪で勘会員へ送られるが、1947年に釈放された。独特な奏法ダックウォーク1953年、ピアニストのジョニー・ジョンソン率いるサージョントリオにギタリストとして加入する。 まもなく、ジョンソンに代わって、ベリーがこのバンドのリーダーとなった。彼のステージを見たマディ・ウォーターズの口利きによって1955年、チェスレコードと契約し、シングル、メーベリーンでデビューした。独特のギター奏法とギターを弾きながら腰を曲げて、歩く、ダックウォークが話題となった。1956年には、シングル、ロール・オーバー・ベートーベン等がヒット。 一九五十七年、最初のアルバム、アフター・スクール・セッションを発表した。シングル、スクール・デイズ、ロックン・ロール・ミュージック等がヒット。翌一九五十八年には二枚目のアルバム、ワン・ダズン・ベリーズを発表し、シングル、スウィート・リトル・シックスティーン、ジョニー・ビー・グッド、キャロル等がヒットした。一九五十九年には、三枚目のアルバム、チャック・ベリーズ・オントップを発表した。 いくつかのヒット曲を発表し、公演旅行を行った後の1959年12月、ベリーはメキシコで出会った14歳のウェイトレスを、連れ回し売春を強要した容疑で、万法に違反したとして逮捕され、懲役5年と罰金5000ドル額だった。やがて、ロックにとって最初の闇の時代が始まった。エルビス・プレスリーの長兵とリトル・リチャードの引退と、 バディホリーの事故死が続き、さらに翌1960年にはイギリスでも、ベリーに対する判決、懲役5年は後に3年に減刑されたが、ベリーは1962年2月から1963年10月まで刑務所に服役した。1年半の刑務所生活があったにもかかわらず、ベリーはデビューからの10年間で30枚以上のシングルを発表し、 1960年には4枚目のアルバムロッキン・アット・ザ・ホップスを発表している。しかし、必ずしも全てがヒットとなったわけではなかった。1964年、ビートルズやローリング・ストーンズ等の人気バンドがベリーの曲をカバーしたため、ベリー自身の人気も再浮上し、シングル、レディーン、ノー・パティキュラー・プレイス・トゥ・ゴー、ユー・ネバー・キャンテル等がヒットした。 またベリーの判権を所有しているモリス・レビィが独断でジョン・レノンのカム・トゥ・ゲザーを盗作で訴えた。結局、和解で終結したが、ベリーは裁判を起こすようなタイプではなく、70年代に入ってからもステージにジョン・レノンを挙げて一緒に歌ったりもしている。1972年、アルバム、ロンドン・チャック・ベリー・セッションズ、シングル、マイ・リンガリング、 リー・リン・ロッキンがヒットした。1979年、脱税の罪で逮捕されるが、年内に釈放された。1981年に初の日本公演を行っている。近年のチャック故郷セントルイスにあるチャックの、名声の補導1986年に、ロックの電動入りを果たした際に、電動は、ロックンロールを創造したものを一人に限定する。 ことはできないが最も近い存在は、チャックベリーとしている。80年代以降は、ジュリアン・レノン、ロバート・クレイ、エタ・ジェームズ、エリック・クラプトンらと共演した。1986年、キース・リチャーズが、オールスターのバンドメンバーを集め、ベリーの故郷セントルイスで、生誕60周年記念コンサートが行われた。この時の様子は、テイラー・ハックフォード監督によって記録され、 翌年映画、ヘール、ヘール、ロックンドールとして公開された。2000年、舞台芸術分野における貢献者に与えられる、ケネディセンター名誉賞を授与される。2005年、著作権を侵害されたとして、カラオケ業者3社を訴えた。2008年には、日本テレビ開局55年のキャンペーン、日テレ55にて、ジョニー・ B ・グッドの替え歌を自ら披露している。 90歳の誕生日を迎えた2016年10月18日、2017年に38年ぶりのオリジナルアルバムチャックを発売予定であることを発表していたが、3月18日に死去した。90歳没。死因については自然死であると報じられている。3月22日、遺作となったアルバムチャックを6月16日にリリースすると公式発表。 さらに発売日が1週間前倒しされ、実際の発売は6月9日となった。日本でも全米と同日にチャックロックンロールよ永遠にの放題で発売された。イギリスで発表されたシングルはすべてがアメリカ版と同時に発表されたわけではない。また、A 面、B 面の配置が異なったものも存在する。ビルボードは1964年に R&B。B シングルチャートを発表しなかったため、ナディーンからプロミスとラントまでがチャートから外れて、ありがとうございます。